12使徒のうちの11人1889から1890に建てられたストックホルムのカトリック使徒教会の聖堂。1970年代以降に聖教会に帰属。カトリック使徒教会は1832年にイングランドで始まり、後ドイツに広がり、1848年にはアメリカ合衆国に広がったキリスト教系の教派。 創設にあたって中心的役割を果たしたエドワード・アービングからアービング主義と呼ばれることもある。アービングは1830年にキリストの人生には罪が伴うと表明したことにより、ロンドン長老教会より異端宣告を受け、1832年に教会を追放された。特徴としてイエス・キリストのサイレンへの待望を強調するほか、カトリック教会に反を取る、 天霊、聖母数形、及び、首都、天使と呼ばれる職を置いていることが挙げられる。1835年に12人の首都が選ばれ、彼らのすべてが、再臨まで生きることが期待されていたが、首都の中から再臨を見ることなく死亡した者が出た、ことで、ドーハの分裂がドイツで起きた。なお12人の首都は1901年までですべて、死に絶えた。同派の分裂は世紀。 20世紀を通じて発生、複数の文化を形成した。ありがとうございます。